はい、じゃあうつ伏せ。もうこれダメです。腰が痛い、腰治療するで改善することってほぼないとまずは思ってください。これが医療事故につながったりもします。はい、松崎田です。動画をご覧いただきありがとうございます。今日もですね、痛みを治すヒントだったり、アイデアを治療家のあなたにお届けしようと思います。今日の動画は絶対見てほしい治療家のあなたであれば、なんでかって言ったら、今日紹介するのは、ほとんどの治療家が失敗してしまう、いわゆる、やっちゃダメな治療法です。これはですね、私教えさせてもらうっていうのもですね、もう8年以上続けさせてもらって、なおかつ治療家としても何十年とでさせてもらってます。その中で、一番やってる方が多いんだけども、意識してないし、これが悪いんだと思ってません。で、これが悪いんだと思わずにやってしまってて、医療事故が起きてしまったりとか、あとは患者さんが改善しないってことが起きてしまうような治療の主義です。主義というかですね、考え方ですね。でも、これ、え？悪いの？ってこの後ね、説明していくんですけど、思うかもしれません。でも、聞いていくと、確かにってなりますから。なんで、ぜひですね、今日の動画、もし、失敗したくない。患者さんにクレームをもらいたくない。そんな治療家だったら、絶対に見てください。もしかしたら先生もやってるかもしれません。で、逆に言うと、今日やっていくね、説明をさせてもらったことをやらなければ、患者さんが改善しやすい状態にも持っていけますし、先生が、例えば患者さんにクレームをもらうってこととかね、嫌われることとかもなくなる可能性高いですから、ぜひね、今日の動画しっかり見てください。じゃあ実践やっていきましょう。木村さん、お疲れ様です。お疲れ様です。今日どうですか？ちょっと腰が痛くて。腰、オッケー、じゃあうつ伏せでお願いします。お疲れ様です。いやこの辺。はい、ああ、確かにね、凝ってますね。いや、わかるわ。今日はなんかしてたんですか？はい、ちょっと、仕事くらいで。ああ、はい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 、はい。もうこれ絶対ダメ。これですね、何個かあるんですけど、絶対やっちゃうんですよ。で、何個もありすぎて、ちゃんと説明したい。一回撮ってもらっていいですか？まず、来てもらうね。これはでもね、ほとんどの方やってるってことですね。いや、キンマクさん、お疲れ様です。はい、腰痛いんですね。で、はい、じゃあ、うつ伏せ。もうこれダメです。なんでかって言ったら、そもそもですけども、患者さんに今日の状態とか、何が痛いのか聞かずに治療を始める。もう、そもそもですけど、患者さんって、最初来た状態で何が悪いのか分かってない。ここをまず大前提で覚えてください。腰痛いんですけど、何をした時に痛くて、どんな時に痛くて、何が原因だったのかって分かってないと、結局腰やりましたってなると、これ終わるじゃないですか。腰を治療し終わった後に、どうですかっていうと、ちょっとでも腰の痛み残ってると、改善してないって患者さん感じるんですよ。例えば最初に指標として腰痛いんですね。何すると痛いですか？あ、腰反るとね、この辺で痛いんだよって患者さんが動いてここまで行って痛いを感じると、あ、ここまで動くと反ると痛いんだってインプットされます。そして治療して、あ、ここまで行きました、あ、さっきよりも行くけどここまで行くと痛いんですねってなると、患者さんはさっきよりも言った、改善はしてる。でもまだ痛みが残ってるっていうのと、ここで痛いか分かんない状態で、あ、ここまでやっぱ痛いわ。これ全然違うじゃないですか。意味わかります？はい。ですよね。だから患者さんにまずは痛みがなんで痛いのか、どこまで痛いのか、なんで痛いのかをちゃんと認識してもらうために、そのまま寝てもらう。もうこれ絶対やっちゃダメだと思ってください。まずこれがね、大事。で、一番伝えたいのは、あ、じゃあ寝てくださいって言いましたね。寝てもらうじゃないですか。寝てもらって、これです。腰が痛い、腰マッサージする。これダメなんですよ。腰が痛いから腰マッサージする。で、疲れてる、いわゆるこの使いすぎてる筋肉なんで、腰をマッサージして、筋肉をほぐしていけば楽にはなるんですよ、その場で。でも、それこそ帰ったら痛くなってるとか、帰り際に痛くなったっていう、いわゆる痛みの戻りってやつは、腰の部分の直接治療しても改善しません。場合によっては、しっかり治療した方がいい場所もあるんです。でも、ほぼほぼ、この、腰が痛い、腰治療するで改善することってほぼないとまずは思ってください。で、なんでかって言ったら、じゃあなんで腰頑張ってんのって話なんですね。じゃあ立ってもらっていいですか？例えばね、あっち向きになってもらって、腰が痛いんですよねって言った時に手をね、押してもらって、ね、楽にしてください。
腰が痛い。で、ほぼの場合、やっぱ反ってたりとか、逆に猫背でこういう風に丸くなってるって状態。若い人だとどちらかというと反ってることが多いですね。で、なんで反ってるんですか？ね、反ってると筋肉が縮まりますよね。こんな風にギュッと縮まってます。だから筋肉が縮まってる状態になると硬くなりますね。硬くなると中に血液量だったりとかが行きにくくなって、中で、まあ、いわゆるこう血液循環が悪い。筋肉硬くなる、疲労物質が溜まる、痛みの物質が出てくる。だから硬くなって痛くなっちゃうんだね。なんでか腰が反ってるから筋肉短くなってるんですね。じゃあなんで腰反ってんのかって言ったら、これはこういうふうに猫背の状態だったりとか、骨盤がこういうふうに前に前傾したりとか、前に抜けてってしまう。まあこの姿勢とか結構女性とか多いんですよね。ぽっこりお腹みたいなあるじゃないですか。で、こういうふうになってしまってたら、それは腰反るしかないよねって話なんですよ。じゃあ腰が反ってて腰が痛いです。腰マッサージしました。確かに筋肉は楽になります。ですけども、腰が反ってるが改善してないんで、結果また戻ります。じゃあどこ治療しますかって言ったら、腰じゃなくって、この原因を作っている猫背を改善しましょう。そしたら腰反らなくていいじゃないですか。骨盤が前に行っちゃってる、腰反らなくていいじゃないですかって話です。だから腰が痛いから腰治療する、これも一番やっちゃダメだと思ってください。で、この腰が痛くて腰治療してると何が起きるかっていうと、腰の筋肉って頑張んないといけない、張らないといけない、縮まってないといけないのに緩まりますよね。緩まるとまた縮まるときにまた硬くなる。いわゆるこう縮まっては固まって、縮まっては固まってを繰り返してると、やっぱ逆に負担が大きいんですよ。だからイメージ言うと、マラソンを走ってて一回止まれって言われて止まって、また走り出したらきついじゃないですか。走ったら走り出したままもいいんですよ。なのでしっかりこの筋肉が硬くなるべきとか硬くなってないといけない、そこを緩めてあげたら、逆に言うとヘルニアとか狭窄症でここを固めてないと痛みが、狭窄症の痛みが出ちゃう、しびれが出ちゃうと。で、これ緩めちゃったら骨がグラグラになっちゃって、しびれが出ちゃいましたってなっていったら、逆にしびれ強くなったとかですね、逆にここ強もみしてて、この筋肉が損傷して使えなくなっちゃったってなってくると、新しくヘルニアが起きちゃったとかね、逆にここからこうずっと押してて、この中でしびれが強くなっちゃった、痛みが強くなっちゃったってことがある。これが医療事故につながったりもします。なんで痛い場所を治療していくっていうのは、もちろんね、必要な場面もありますけども、ほとんどの場合がその場所っていうよりは違う場所を狙っていきましょう。そこもまずは大前って覚えてください。なんで今のもう流れやったことある人多いと思うんですよ。患者さんにまずはどこが痛いんですか、なんで痛いんですかって聞かずにやったら、患者さんがなんで痛いか分かんないから効果測定できない、だから改善してないって患者さん思いやすいからリピートしてくれますよねってのもあるし、逆にすぐじゃあ寝てくださいって言って腰のすぐマッサージやっちゃったら、この場所が原因じゃなくって、ここはただ痛みが出てるだけなんで、湿布を貼ってるのと同じような感じになっちゃいます。取ったらね、また痛みが出る。まあ一緒ですよね。ここじゃなくって、お尻だったりとか、胸郭だったりとかっていうのを治療してあげましょう。ここはね、大事だと。まずは覚えてください。で、ここの腰が頑張ってるだけなんで、ここ緩めたら逆に痛くなっちゃうからですか。痛みひどくなっちゃいます。ね。だからそれが緩めちゃいけないところを緩めちゃって、痛みが激しくなった、しびれが強くなったってなれば医療事故になっちゃいます。直接マッサージをする、すぐ寝てもらう。もう一番ダメ、やっちゃダメなことだと、まずは覚えてください。はい、どうだったでしょうか。やってませんか。で、言われたらやってる方多いですし、私もやってました。やっぱ腰が痛い方来て、すぐ寝てもらって、治療主義やってみたいとか、習ったことすぐやってみたいって言って、やってたんですけど、改善しにくかったりしたんですよね。大前提として、患者さんがそもそも自分の体のことを分かってないっていうことを、まず理解してください。自分の体のことを理解してない人は来るの？来るんですよ。たくさん来ます。だから腰が痛いって言って腰マッサージしてって患者さん言うんですよ。もう説明いいから治療してって言われるんですよ。でも改善したかったらちゃんと自分の体を理解してくださいってことをちゃんと患者さんに伝えるべきだし、自分の体がなんで痛くなってるのかを説明するべきだし、患者さんが分かるべきです。で、理解してなかったら、あ、もう まだ痛いわ。でなんですけど、ちゃんとここまで行ったら痛かったのが、ここまで行ったら楽になった。あ、じゃあ改善できるのかもってね。こういう風に患者さんに自分の体を理解してもらう。どんどん深めていくことがすごく大事。あとは、患部を治療するってやっちゃって、逆にね、頑張ってるところを緩めちゃって、筋肉がね、また痛くなっちゃって、痺れが出たとか、痛みが強くなったってよくあるので、患部の治療っていうのは必要な時もあります。ですけども、本当に必要最低限です。ここが痛くなる原因があるんじゃないかっていう風に原因を探すこと。この二つをね、ぜひ注意してください。ここが分かるだけでも、本当に患者さんに対してね、説明もしやすいし、患者さんがしっかり改善できる。自分の体を理解してない人が改善できますから、できないんですよ。やっぱり患者さんにも説明していけないといけないし、そういう環境を作ってあげることをね、
治療科が意識してあげていただければなと思います。治療以外にも本当に患者さんのこういう体の状態を説明する、分かってもらう、こういうところを説明するのも治療科の大事なところだと思います。治療できるけどなかったけど大事にしていただければなと思いますので、ぜひねやってみてください。今日の動画見てもらってですね、よかったなと思っていただければぜひ高評価、あとはチャンネル登録よろしくお願いします。あとはですね、私のこういう PTC とかオンラインの場面だったりとか、大学いらしてもらってますので、気になる方は概要欄の方からチェックしてみてください。はい、じゃあですね、ぜひ皆さんこのねリスクがある治療法をやらないようにやっていただければと思います。意識してやってみてください。では今日はこれで終わりにしたいと思います。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございます。また見てください。